ムチャンネル。ジャバーって出ると痛いっていうか細いやつが結構ありますね。ここがシャワーのプロが待ってまして、でこっちですね、これで出ていただきで奥になります。姿見の鏡があり、でまず冷蔵庫ですね。イージーホール電気ケトル用のコンセントはここにあって、でここに浴衣ですね、浴衣というか部屋着、普通の声あります。そしてテレビはパナソニックの26かな、 26TH26LX って書いてありますね。でここにこれ貸金庫があるんですね、クラウン、クラウン貸金庫があります。そしてよくある安全ガイドとかホテルの、まあ、Wi-Fi の使い方とかこうやって書いてありますね。で鏡がここにもあります。そしてぐるーんとこのちょっとあの微妙に幅広のこの一人用のベッド、でここにフロン
ントの電話がありまして、ここ絞りがですね、あそこのライトこんな感じで消したりつけたり、ここで、まあ、双方にこうできるんですね。これがこの下の中足元、いいですね、枕にしてもここだけ照らされる。でもう一つは玄関ですね、玄関の電気がついたり消したりできると。でエアコンはですね、これなんですよ。あのもうローミドルハイのあの3あの3なんかあの温度は変えられないタイプです。でここはおそらくまあもう一つベッドを1日でこう増やせるかなっていうとこですかね。で最後に外の眺めですね。ちょっともう日が暮れちゃったんですけども、足元ちょっと気をつけてください。ここ段差あの危ないですからね。じゃああれだな、まあゆっくりぐーんだって、で下のあのプールとかもそうですね、ぐーって映していただいて、ゆっくりそんな感じで、あとあのそうですね、海の方も今見える方が海、ちょっと暗くなっちゃいましたけど海の方です。今夕焼けが落ちちゃいましたね。あんな感じで、あのちょっと本当にライトアップされた、そうですね、あそこの真ん中、今画面真ん中あたり、あの辺も日が落ちてくると綺麗に見えますね。でまた中に入っていただいて、まあ、こんな感じかな。部屋は非常に広くてですね、そして眺めが良くて立地も良くて、ロビーとかもですね、1階のロビーとかも非常に綺麗です。また朝食会場の方もあのご紹介しますけども、非常に部屋は本当に、風呂場も部屋も広くて綺麗です。あと大浴場がですねここあるんですね。で大浴場も宿泊者の方は無料で入れるということでですね、非常にあの楽しめるホテルだと思います。以上、残波岬沖縄の客室の紹介でした。